小川,久義小川久義小川久義小川久義昭和22年11月20日は、明治から昭和前期の言語学者、台湾語と台湾書語研究者、辞書編三者、台北帝国大学名誉教授、長男小川太郎は、戦後童話教育の一人者で、全国部落問題研究協議会会長を務め、日本作文の会にも関わった、五氏は廃人、 1869年2月9日、伊予国温泉郡に、氏族、丹下松一、村の三男として生まれる。1872年5月、松山、小宝町77番地の小川武一の養子になる。1883年、松山中学卒。1887年9月、第一高等中学校余科入学。正岡式と親しくなる。 しかし89年各家のため一時休学、留年。91年に本科一部に進学。1893年9月、帝国大学文科大学白言学科入学、植田和都氏に指示。1896年、帝国大学文科大学白言学科卒。同年10月、台湾総督府学務部に勤務。台湾語、ついで台湾原住民所言語について研究。 台湾総督府国語学校教授、台北高等商業学校校長兼任。1930年、台北帝大文政学部教授。1936年、台北帝大大館。学士恩師賞を受賞。故郷松山に帰り万年は下がかり、放送流用局に親しむ。1947年11月20日没。去年79。 ありがとうございます。